どうも皆さんこんにちは、ギャイガーショートキです。うわーい、はい、はい、今日はね、何をするかというと、はい、皆さん、ウミガメのスープというものをご存知ですか？ウミガメのスープ？おー、いいなぁ。出題者に対してみんなが質問していって、うん、その答えを推理していくっていうゲームなんですね。でなるほど。元となったウミガメのスープっていうのが、なんかあるウミガメのスープを飲みたい、男性客がいて、はい、その人があるレストランに行って、そのウミガメのスープを食べて、そしたら、次の日自殺してしまいました。さて、なぜ自殺したのでしょう。で、それにはちゃんと解説があって、昔彼女がいて、なんかどっかに遭難して、他の仲間がその彼女が死んじゃって、その彼女の肉を調理して食べさせて、もう食料がないから、実際にウミガメのスープを食べて味が全然違うことに気づいて、あれは人肉だった。何があったのかをみんなでやっていこうぜ。イエーイ。お前覚悟しとけよ。ひどいすっぴんという話です。はい、彼氏との約束の時間を寝過ごしてしまった彼女、彼女はすっぴんを彼に見せたことはなかった。いつもおしゃれに気を使い、髪型もセットして彼氏と会っていた、その日は寝過ごしてしまったためすっぴんで寝癖もボサボサだった。しかし彼は彼女に今日はいつものように可愛いと声をかけたのだ。なぜ彼氏はひどい彼女の姿にもかかわらず可愛いと声をかけたのだろうか。よろしくございます。いつでも質問してください。はい。彼氏はメガネをしていましたか？関係ないですね。そこは視力はその普通に見えるレベルの視力でした。そうだと思います。でもね、それはあんまり関係ないんだけど、間接的にちょっと関係してます。間接的にちょっとか、うん、彼氏は彼女と頻繁に会っていますか？いい質問です、いいえ。ただ、ね、意地悪だね、この問題は。ヒントを出すね、はい、遠距離恋愛です。直接会ったとは限らない。彼氏が会ったのは彼女じゃない人だった。違います。ちょっと、もう答え言うよ。はい、お願いします。なんかスローで撮った写真。違います。電話で話してるからです。電話越しであるので彼は彼女の姿を見ていないため可愛いと声を褒めたのでした。なるほど、なるほどね。はい、ね、意地悪でしょ。意地悪、意地悪これ。では行きます。何かした？過激なダイエット。はい。 A は体重の増加に悩まされていた。体が重いと感じていた A だったが、一晩で 5kg の体重減少に成功した。 A は何を行ったのだろうか。え、それはもう裸？あ、それは関係ないです。関係ない。それはどの体重計でも同じように5キロ落ちてますか？はい。なんか出した？体からなんか出した？体からなんか出してます。お1個出した？水分出した？まあ、お肉ですかね。お肉を出した。お肉を出した。脂肪吸引ですか？いえ、それは A の体重ですか？ A の体重です。それは苦痛を伴うことですか？はい。切り落としたとかじゃなくて？じゃないです。排出？から口から出した？いえ、お尻から出した？お尻に近いんじゃないですか？近いね。お尻に近い。お股から出した？それは手術しました？手術してますかね。手術する時もあるんじゃないですかね。自分の体から、はい、お肉を出した？何肉？そこがなんかはっきりしない。何を出してる？お肉お肉ではない。って言ってしまうとお肉なんですけど、って感じですか？内臓ではない。内臓ではない。自分の体の肉？ではないです。食べた肉？ではないです。食べた肉でもない。はい。何それ以外のどんな肉があるんだよ。あ、小腸。違います。あ、分かった。え、女性ですか？女性です。分かった。出産した。はい。なるほど。正解です。A は子供を出産したのだった。ほら。すっきりするこれ。ほら。では次の問題は？はい。タイトル、値段より大切なもの。その女性は自分が一番大切にしているものは食器だという。その食器は1000円で買ったもので、使ってもいない食器なのにこれだけは手放せないという。さて、それはなぜ？その食器は新品ですか？はい、新品かどうかはわからないです。その食器は誰かからもらったものですか？そうですね、はい。わかった。すごく高価。
そう、すごく効果です。その1000円も重要？重要です。まだ払ってないお金を。いえ、呪い、呪いがかかってたよ。1000円で買ったものだけど、おばあちゃんの形見。うん、半分正解。おばあちゃんが姿を変えたぞ、ちょっと。そのおばあちゃんの時代って多分物価が多分あれで、1000円ってすごい高価だと思うんですよ。今の値段にすると100万円とか200万円ぐらいするから。正解。やっぱりやったー。女性の祖父が昭和初期に1000円で買ったものだった。当時の公務員の初任給は75円であり、1000円は非常に高額であった。そのため現在価値としてはその食器が何百倍にもなるだろうと、当時1000円だった食器は非常に価値があると考えたのだったと。なるほど、そういうことか。お、あ、次はじゃあ桜井さんから。はい。あるラーメン屋は細々営業していたが、開店時間や営業時間が不定期となり、店主は急に不愛想で無口になった、うん、にもかかわらず味が非常に評判であり、うんうん、以前に比べ人気店になっていた、うん、しかしマスコミや雑誌などの取材は一切断り、うん、それどころか常連しか入店も許さなかった、なぜ この店が人気だったのだろう。店主が変わった、別人になった店主、うん、違います。店主は同じ人。同じ人です。同じ人。じゃあ中身が変わったってこと。修行した。違います。なんか 変な薬を仕入れた。うん、違います。美味しくなったんだよね、めちゃめちゃね。美味しくなった。個性的。いや、美味しい。それを美味しいと感じる人が増えて、あ、美味しいかどうかは別として人気店にはなったんだよ、うん、安くなった。違います。それは不定期になったのは重要。重要です。お、不定期になったのは店長に関係ある。あります。店長の体調とかに関係ある。体調ではないです。家族に関係ある。関係ないです。店長の仕入れ方に関係がある。関係あります。仕入れ方に関係ある。はい。それはなんかあの一戸建てのあれですか。屋台ですか。どっちやねん、一戸建てのと屋台の。いや、屋台ですから。動く一戸建て。店主は犯罪を犯していますか。鋭い。犯しています。えなるほど。いい質問だった。いい質問だったみたい。え、人をなんか殺めちゃったりしますか。殺めてはないです。殺めてはない。殺めてはない。そのスープは人の味がしますか。怖い怖い。なんか人肉まんじゃうみたいな。怖い話。いい質問です。え、それ人を調理してる。急にホラー。怖い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 。不定期になって、店主は無口になって犯罪を犯していて人気店になった。え、それ人肉ラーメン出してる。正解です。いやー、意味が分からなくないですか。それ人肉ラーメン出したら人気になるんですか。だから珍しい味なんですよ。食べたことない味での解説を読みますと、はい、ラーメン屋は人気がなく借金ばかり増えていった、うん、そこでお金のために死体処理業者と組み、人骨でラーメンのスープを取り、わからないように粉々にして廃棄していた。あ、普段のラーメンを出してしまうと人骨スープとの味の違いで疑われてしまうため、死体が届けられた時にだけ営業を行った。で、不定期。人骨ラーメンを客は今まで食べたことない味と感じ、その味で人気店になったの。この問題は1978年に実際に起こった手首ラーメン事件をモチーフにして。何それ。手首ラーメン事件。ラーメン、あ、なんか聞いたことあります。あるの。あるの。なんかあの、怖っ。お前サイコパスやな。それでやったことある。サイコパスやな。サイコパス取らないで俺の手首取らないで。いやいやいや、なんでゴリラになるんですか。こんな感じです。急に怖いんだけど、何この動画どうやって締めるんだよ。この空気でね。この空気で。嫌な空気。どうしてくれるんだよ、ゆかちゃん。確かに、どうしますかね。怖っ。怖かったね。ということでね、こんな怖い感じのアプリでした。はい。皆さんもぜひですね、ウミガメのスープ。ね、なんかちょっと怖い話多いよね。怖い話多いです。見てはいかがでしょうか。はい。ということで、
ぜひですね、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。何か僕たちにやっていただきたいことがあれば、概要欄にコメント、概要欄にメールアドレスありますんで、そちらまで送ってください。やっていただきたいことってなんで自分で自分たちの謙譲語を使ってんじゃん。ゴリラ。ということで皆さん、ご視聴ありがとうございました。またねー。またねー。バイバイ。どうだ、あと1回ぐらいこれ続くのかな、このメンツで。